校が。うん、お化けの学校らしいな。来たろ。大丈夫です、変装しますから、それで変装になるのかの。父さん、これは、ある意味子供の好奇心に沿った教育かもしれんの。君は新入生かね。はい。ここは好きなように勉強できるんだ。体育が嫌いなら走らなくていいし、本を読むのが好きなら一日中読んでいていいんだよ。バレてないかの。完璧な変装ですよ。何でもありません。君は何が好きなのかね。ただ学校が嫌いなだけです。わかるよ、わかる。学校は肩からはみ出た生徒は切り落とすからね。そうなんです。お化けはいいぞ。みんな個性豊かだ、そして自由だ。はい、そろそろ夜明けです。授業は終了。あの声はネズミ男。ネズミ男ギク。何かご用で。誰だお前。僕だよ。来たろ。助けてくれよ。タンタン坊に見つかってよ。お化けの学校の雑用係だ。バイクから朝までこき使われてよ。よいよいよい。いつも悪さしてるのに調子のいいやつだな。調子のいいのが俺の特技。威張るなよ。